圧倒的な力を見せつけたオーディンは各地に軍を派遣、人間界、戦界、全てを制圧すべく動き出す。オーディンは戦界への入り口を狙っていた。そこから大軍を送り込み、戦界を制圧するためである。彼の考えを察知したカグヤは仲間を連れ戦界への入り口に向かう。カグヤは水際でオーディンたちを食い止めようとしていた。彼女の必死の願いは果たして叶うのか。ところで、戦界への入り口って何なんだ？融合に巻き込まれるのを待つか、腕輪の力で道が開いたら来られるって前に聞いた気がするけど。大きな力を持つ者はそうです。無理な介入をすれば不安定なこの世界を壊してしまう恐れがありますから。でも最近どんどん戦いが激しくなってるでしょ。だからそこまで影響力がない戦界の兵たちが自由に来られるように私たちで入り口を作ったの。ですがそこを逆に利用され戦界を危険にさらしてしまうとは。そう落ち込まないでよ、かぐやだっけ。あんたのせいじゃないんだからさ。はい、かぐやですか。やはり覚えていらっしゃらないのですね。ねえお前、元気ない、どうした？いいえ、何でもございません。さあ参りましょう。戦界へつながる入り口というのはあそこか。すっかり敵に囲まれてまずいんじゃないか。大きな子たちが入り口を守ってくれてるけど、もうヘトヘトみたい。みんな手伝ってあげよう。敵の鳥みたいな子たちは誰が指揮してるんだろう。ねえかぐやさん、わかるかな。では気をたどって見つけてまいります。ちょっと待った。あんたまさか一人で行く気？危険だわ、一緒に行きましょう。我戦う戦界入り口守る。おお目立ってるな。俺も派手に突っ込んでやるぞ。タイトのさらいぎる。おお信号や交換所へ切る。弓兵隊に任せておけ。あの将が大きな子を指揮してるのね。敵に狙われないようにみんなで守らないと。戻って目立ってらっしゃいますな。いやはやご立派ですぞ。外の兵が一枚上手か。あの敵の子、入り口へ向かってる。誰か急いで止めて。仲居できそうにないか。あそこに何やら重苦しい気のよどみがございます。大を救い当てるのはなかなかの力。だが小娘ごときに遅れは取らん。見事なもんですな。まさに大活躍ってやつですね。それが定め。私が敗れても誰が怪物を指揮するのだ。踊りで癒してあげるから。
怪物たちの勢いが弱まりましたね。これで戦界への入り口も守りやすくなるでしょうか。わあ、よかった、ありがとう、かぐやさん。やったわ、私たち武器ぴったりだったわね。乙女の連携なめんなってことよ、かぐや、なかなか良かったわよ。私もですか。ありがとうございます。大きな子一人やられちゃった。他の子たちが踏ん張ってくれるといいな。あなたの暴れる姿を見ていると燃えてくるの。私も仕事って目立ってらっしゃいますな。いやはやご立派ですぞ。しかし夢兵隊の指揮は俺様一人で十分だ。途中には向こうで休んだろって。な、誰が年寄りだ。記憶は黙ってわしの後についてこっか。ギエン、粘りすぎたら危ないぞ。最近抜け抜けは良くない。わかった。これはそのままと。ここは抜かせ、消えろ。現れおったね、軽く揉んでやれ。おじいさん一人働かせるわけにもいかね。俺もやってやるか。粉々に砕いてやるぜ。我敵倒す。方も濃いな。こいつらより目立てる気がしないな。わきまえろ。貴様思ったよりやるな。イエン、お前の存在感大したもんだ。ここからは二手に分かれよう。任せろ。関東強い。見直した。本当か。お前いいやつだな。戦が終わったら俺の噂を広めてくれよ。あなたって本当に強いのね。これからも頼りにさせてもらうわ。メッス、加減はせぬぞ。時は稼いだ。いや、たわいもないな。さて弓兵隊、銀河射撃の構えを取れ。よーく狙って引き絞れよ。今だ、放て。じいさんの腕には恐れ入ったぜ。こりゃあと10年はくたばりそうもないな。何を抜かすか。いや、30年は粘ってみせようぞ。敵がワンサカ来てるじゃないの。こうなったらまとめて相手してやるぜ。我はその馬。俺の相手はお前に決まり。楽しませてくれ。コクったらまたワンサしてる。そうという今日は許しません。はい。性的だな。大事なところがガラ空きだぜ。大変、悟空が入り口の方に。
急いで門番を守らないと。騒がしいと思えば。悟空、また暴れそうか。なんか聞き覚えのある声。まさか。戦場のピリつく空気、久しぶりじゃのう。懐かしい顔も見えるわ。フッキさん、いいところに。ちょっと手伝ってくれる？任せておけ。再会を楽しむのはその後にするか。俺が無視。フッキー、盛り上がってきたぜ。もう少し数増やしとくか。現れよ。ここで仕留めてしまえばそれまで。清盛のおっさんがそう言うなら全力で倒しに行ってみっか。ほう、飽きてみろ。わしは逃げも隠れもせんぞ。相変わらず強すぎだぜ、復帰。おお、そうか。腕がなまってなくて何よりだ。お見事でございます、スサノオ様。その戦ぶりにあの土も震えておりましょう。おお、やるの。その調子で以後も励むのじゃぞ。あの三蔵様、どちらへ。今日こそ悟空を懲らしめてあげないと。そうだ、かぐやさんも一緒に来てくれる。そう、我が飯だ。清盛、わしが来たからに、勝手な真似はさせん。全て諦めるのだ。兵の力を持ってきて、もはや止められん。スサノオ様のお力、まさしく無双と存じます。俺と遊んでくれんのかい。フッキさんが来てくれてよかった。旋回まで大変なことになるところだったよ。すまんすまん、なかなか道が開かなくての。遅くなってすまんの。わしは復帰。かぐやらと同じ戦界の住人で、お主らとは以前共に戦ったこともある。しかしとんでもないことになったの。ゼウスが殺され、オーディンが登場し、破壊神まで復活するとは。このような状況だ。我らも今後はできる限り力を貸そう。仙人がまた一人味方になるて、かからずよい。いやー、ほんとその通りだな。復帰殿、これからよろしくお願いします。ねえかぐや、あなたってすごいのね。気を探って本当に清盛の場所を当てちゃうんだもん。いえ、私の力など微々たるもの。彼らを倒せたのは皆様方のおかげでございます。戦界を守っていただきありがとうございました。うーん、一緒に戦った仲だってのに硬い、硬すぎる。カグチン、私たちもう仲間でしょ。はい、ガイ様や皆様のことをそう思ってもよろしいのであれば。もちろんいいに決まってるじゃない。っていうか、その様付けなんとかならない。人間は親しい相手をあだ名で呼ぶの。だからカグチンもカイ様じゃなくてカイチンですよね。そうそう、よくわかってるじゃない。ええ、昔とても大切な方に教えていただきましたから、記憶や絆を失っても悲観することはない。また新たに作ることができるのですね。とても大事なことを学べた気がします。わしが伝と始まろうわ。
報告！アレスとロキが大軍勢を引き攻めてきました。その数計り知れません。ここを奪い前線を押し上げるつもりか。奴らの到達前に援軍が来なければ持ちこたえるのは厳しいかもしれんな。我が君、案ずるな。このようなところで無駄に命を散らすつもりはない。まずは本隊に伝令を送り判断を仰ぐとしよう。人間と組んでの戦も久方ぶり。どうなることかと思ったが、案外あっさり勘を取り戻せたわ。異界の神や怪物相手の戦にもさすがに慣れた。確かに最初に奴らを目にした時は驚かされたものだが。そうそう、あの時はびっくりしたよね。みんなと旋回でのんびり過ごしていたら急に押しかけてくるんだもの。さすがの太公望さんも大慌てで冷や汗タラタラだったよね。それは完全なる思い違いと言わざるを得ない。私は慌ててなどいないし冷や汗もかいていない。ただ予想外の敵襲に迅速に対処しようと。坊主、照れんでもいい。冷や汗ぐらいかくじゃろ。このわしでさえ肝を冷やしたのじゃ。あの時はな。